はい、どうも、サンドリーです。今回は新エージェントのバイスの解説の方をやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、今回新キャラが出たということで、基本情報の説明だったり、感想とか、あとはな、こういう使い方強いんじゃないかなとか、そこら辺いろいろ喋っていきたいと思います。で、まず、このバイスというキャラクターなんですけど、今回センチネルという枠で登場してます。で、センチネルは、まあ、今あるキャラクターだと、サイファー、キルジョイ、チェンバー、デッドロック、セージとか、まあそこら辺ですね。なんで6人目として登場してます。で、アビリティ1個1個、解説していきます。で、まずこのシーキーにあるレーザーバインというスキルですね。これはナノスワームみたいな感じ、もう全く一緒で、これは、こんな感じで、設置して使います。で、使いたいタイミングで起爆するとトゲが出てくるって感じです。で、敵これ踏むと一歩ごとに6ダメージ食らいます。で、これ味方も同様に、食らって、味方の場合は2ダメージになります。まあ、敵は6ダメージ食らって、自分は2ダメージって感じ。まあ、これ結構痛いっすね、踏むと。で、プラススロー効果も、入ります。で、スローとは、まあ、移動速度ですね。移動速度が、低下します。まあ、実際に踏んでみます。これが、普通の走りで、こんな感じでちょっとゆっくりになる感じです。で、これもジャンプとかもできないし、なんならジャンプするとこんな感じで全然進めない。だからなんか政治のスローオーブとちょこっとナノスワーム組み合わせたみたいな感じ。ざっくり言うとこれ灰のスローオーブ一緒ぐらい、めっちゃでかいです。で、あとはなんかこういうバンダルとかも武器でも壊せるし、ショックダスとかでも壊せます。茨よ広がれ、顔が見えない。で、続いて、キューキーのシアーですね。シアーっていうのかな、アクセントわかんないけど、シアーです。で、これは壁です。こんな感じで。で、これ設置可能です、設置。なんで、例えばここに壁炊きたいなと思ったら、壁にこうやって回して、置くことできます。これも事前設置可能。で、この壁は、起動してから8秒後に消えます。で、壊せません。はい、どんな手段使っても壊すことできません。で、この壁の発動条件は、自分が相手だと思ったら、この線を越えると、ここからブワーンって、後で紹介するんですけど、出てきます。で、これ、人間が通ったら反応して、例えば、スカイの犬とか、ベイドのプラウラーとかは、もう通っても反応しません。で、これ相手視点壁あるよっていうの見えます。はい。ただ、壊せません。はい。ボールトラップ設置。で、続いて、いい気にあるアークローズ無料スキルです。はい。で、これは、設置可能です。こんな感じ で、しかもこれ右クリック押すと壁の向こうに置けます。こんな感じで、まあ、これちょっと限界あるんですけど、壁のこの厚さによっては、例えばこのエーロンだったら、このほら左上見たら分かると思うんですけど、右クリック押すとこれで奥に置けるよみたいな、実際に置いてみるとこんな感じで置けます。で、これはフラッシュですね、設置型の。なんでフラッシュ使いたいなと思ったら、 E キーを押すと発動されます。で、ちなみにどこ向いてても使えます。もういちいちこんなエイム合わせなくていい。で、実際に使ってみると、はい、 E 押します。こんな感じでいかついフラッシュになっております。ちなみにこれ壊されると45秒だったかな、クールダウンかかって、ただこれ、ラウンド中に回収できます。なんかいらないなと思ったら。で、回収すると、クールダウン20秒。なんで正直これ強いっすね、個人的に。この E キーのスキルは無料だし、使い勝手がいいスキルかなって思います。続いて、ウルトですね。ウルトはスチールガーデンって言って、もうこの、使うとこの円の中の敵、全員メイン武器持てなくなります。なんで、もし例えばなんだけど、こう A 行きたいなって時に A 中の敵もう倒すってなったら、これを使って発動された瞬間に行くと、相手あのメイン武器使えないんで、ハンドガンとか、まあハンドガンは使えます、ナイフとかで戦ってきます。はい。で、この効果時間は約10秒となっております。で、ただこれあくまでメイン武器なので、例えばジェットウルトとかレーズウルト、ネオウルト、チェンバーウルトとか、あとはチェンバーのヘッドハンターとかは、全然使えます、このウルトとかでも。それには注意してくださいということで。で、続いて、バイスの、まあ、感想ですね。使ってみた感想をちょっと話していきたいと思います。で、まず強いか弱いか、多分これ一番大事だと思うんですけど、個人的には、まあ、現状、まあ、わからないことだらけではあるんですけど、普通です。
はい、強くもないし弱くもないかなと思います。で、理由なんですけど、まあ、正直例えば、まあ、ヘイブンとかもそうなんですけど、見るとこが多いんですよ。例えば B 入口ガレージ C とかさ、でキルジョイってここら辺管理するじゃん。でもバイスって管理がむずいんですよね、正直。で、それは、まあ、ヘイブンに限らず他のマップもそうで、情報が取りづらいですね、箇所の。あと、攻めもちょっとなんか、微妙。裏ワイヤーとかもないしさ、なんか、わざわざ、例えばこの裏に対してさ、じゃあ A プッシュちょっとケアしたいからってさ、こう、壁置いとくみたいな。まあ、A だったら、後々 A 行くってなったら、恨みワイヤーとか、その後ね、A サイト取った後に恨みとして使えるけど、なんかバロってさ、じゃあこっから途中で C 行きますとか B 行きますとかってあった時に、じゃあ例えば C 行きますってなった時に C の裏みたいのにさ、恨みがここにあるしみたいな。そういう意味で、なんか戦地として、戦地で単体で見た時にはちょっと微妙なんですよね、そこが。ただ、この E キー、個人的にこの E キーがめちゃめちゃ強くて、このフラッシュ。これを使いながらエリア取りもできるし、これって、あ、スカイのフラッシュと一緒で、敵がいたら泣きます。はい。なので、そういう意味で索敵もできるし、みたいな。で、あとなんか普通に、フラッシュ、あ、なんか回収、みたいな。あの、サイファーのカメラみたいに使い回せるので結構。で、あとは小技として、例えばこうやって、フラッシュ使いました。この時にフラッシュ起動した瞬間に拾うと壊されずに回収できるんですよ。まあ、実際やってみると、フラッシュピックいなかったらこう、相手って壊す余裕がないんですよね。まあ、あの、フラッシュ起動する前に壊していくとかあったら無理なんですけど、フラッシュ来たってなった時に壊して引くなんて無理なんで、ちょっと今の分かりづらかったと思うんですけど、例えば、フラッシュ置いて、入れながらピークして敵いたらもう倒すだったりとか、もういなかったら回収して下がるとか、あとラウンドの途中でエーロン敵いるかチェックしたいなと思ったらこうやって使ったり、あらかじめここに置いてて使ってなかったらタイミングでエーロンいないわみたいな。結構こういうね、使い方が強いと思います。だからなんかセンチネルだけどイニシみたいなことができる。だから個人的にもイニシ半分センチ半分みたいな、なんか使い方ですね、多分流行るのは。なのでなんかセンチ単体だときついけど、なんか味方にサイファーとかキルジョイ5つバイスもいるっていう組み合わせが結構いいんじゃないかなって思います。まあ、本当に例えば相棒とかもキルジョイが最強すぎて、そのミッドの管理がキルジョイの代わりにバイスとかピックしたらもう負けます。はい、もうエージェント戦で負ける。マップによっては本当に単体できついとかあるんですけど、例えばヘイブンとかアーセントとかは全然1を使えるっちゃ使えるけど、なんだかんだキルジョイの方が強いみたいになると思います。まあ、比べた時にね、こっちの方が強いとかあるんで。ただセンチネルなんだけどイニシみたいな動きができるっていうのは結構面白いですね。で、あとはね、こういう使い方いいよっていうのを紹介します。一番わかりやすいのが、壁を置いて、その前にこのトゲを置いて、火が入ってきた時に起動とか、それこそ壁が反応してなくてもなんか木とか来て来そうってなったら、あらかじめもう起動しとけばその時点で敵入れなくなるので、これで時間稼ぎつつ、じゃ最終的に壁飛び越えてきたら倒したり、こう時間稼いでるので味方がこう寄ってくれてくれるから、それに合わせて戦うみたいな。まあ、遅延しつつ戦うみたいな。まあ、これが多分基本ですね。あと味方も合わせやすいね。ただこのバイスっていうキャラの強みを生かした時に、する動きとしては、例えばなんですけど、開幕始まったら、このヘイブンだったらね、フラッシュを置いて、で、こう敵来てなかったら、このまま魅力すればいいし、こんな感じでね。でも敵が来たら一回フラッシュでこう、ピークしたり、あと普通にラウンドの途中で自分がね、持ち場とか離れてたら、フラッシュ発動、フラッシュとかでチェックしたり。で、あとはもうなんかアグレッシブに行く人も、このあとなんか A 来なさそうだなとか思う時は、まあ、開幕なんかアストラの吸い込みみたいにこう置いて、こういう動きをしつつ前上がってフラッシュを置く。で、このフラッシュでなんか確認したい時にフラッシュ使うのもいいし、まあ、俺が友達から教えてもらったやり方は、トゲを開幕入れて起動してフラッシュを引く。で、これもうこの時に敵が来てないってことは、あの、敵いないってことなんで、これも壁を耐えちゃうみたいな、ここに。で、これもし後取りで敵が来たら壁自体反応してくれるし、壁反応したらフラッシュで出てきたやつを倒すみたいなこともできるし、まあ、これもまた一緒で持ち場離れて確認したいなって時に、フラッシュとかね、これアグレッシブな使い方できる守りで。ただこれは本当むずいんでおすすめしませんけど、バイスでこういうこともできるっていうお話です。はい、これあのサンセットの B メインとかでもね、できるんで、もう無限大。こんな感じでバイスの解説終わるんですけど、もう本当に、まあ、至って普通のキャラかなっていう、正直な感想でした。まあ、まだ出たばっかなんでね、わかんないことだらけなんで、なんとも言えないんですけど、もうこういうキャラだよっていう紹介でした。
あとはなんか何かわからないこととか質問とかあれば気軽にコメントの方よろしくお願いします。ご視聴の方ありがとうございました。